多分その中の一人まなかちゃんのお兄ちゃんだと思うんですよねって言われて、みたいな、待って聞いてないしみたいな。ちょっと私も実際でもこんな話しときながら調べてないからわからないんだけど、ちょっと調べてみようか。いやでもわかんないよね、調べてもどうやったら出てくるのかもわかんないもんだって。そうだからねっていうことがあったんですよ。本当にねびっくりしたよね。いやいつの間に YouTuber、 いや本当かどうかわかんないけどね、本当ってかその本当にお兄ちゃんかどうかがわからないから何とも言えないんだけど、でももしもやってたとしたら、いやなんか聞いてないんだけどみたいな、え聞いてないんだけど、どうやっても出てこないわこれ、わかんないわかんないけどさ、そう本人に聞くしか、いやだからなんかちょっとしんどいじゃないですか、本人に、ねえねえ YouTube やってるとか聞けなくないですか。彼女いるとかいうの聞くよりも難しいよそれ結構、YouTube やってるのとか言えないよそんな。いや言えないのよ、だから何ともできないし、調べても出てこないから何にもできないんだけどさ、そうだからそうだからね、まああのぜひもしかしたらあのこれからハロプロのなんか YouTuber とかを見る機会がありましたら、もしかしたらまなかちゃんのお兄ちゃんいるかもみたいな目で見てみたら面白いかもしれないです。ただまああの普通にあの AKB ビンゴに一緒に出たお兄ちゃんなので顔は世に出てるんですよ一回、そうだからもうね何とも言えない、何とも言えないんですけど、はいっていう話ですということですね。はい、そう顔バレはしてます、そう見たらわかると思います多分。お兄ちゃんハロプロも好きなの？あ、一番上は乃木坂さんが好きで、二番目がハロプロが好きでっていう感じなんですよね。そうなんですよ、そうっていうやつですね。で今日はなんかあれですか、ツイッターにタグとかなんかありますか、わかんないけど見ようかなって、見ようかなって、なんかお誕生日おめでとうみたいななんか作ってる方とかいたら見たいんですけど、なんかタグとかあるのかな、わかんないけどタグなんてないハッシュタグ田口まなかってやったらやっぱ出てくるかな、いっぱい出てくる、いっぱい出てくるかな。田口まなか生誕祭2020ハッシュタグ生誕祭2020、あったあ。あ、いっぱいある。うん、ほんとだ。うん、韓国の方とかもいますね。ロトレトーとマナカ。サシスセ。千。千、千いる。千いる。チュ。チカ。チカヘヨ。千いるチカヘヨ。お誕生日おめでとうってことだ。わあ嬉しい、あーほんとだ、みんなみんなあれしてくれてる、ハッシュタグ田口真中で見て、あわかりました、じゃあ皆さんの投稿はこの目でね全部確認しますね。目は覚めてきた、目は覚めてきた、そうイジュミンがイラストを描いてくれてて、そう本当に嬉しく思います。なんか顔暗いね、なんか顔が
はっきりしてきた。起きた時より絶対配信一発目の時の顔より今の顔の方がいい自信あるもん。絶対。でしっかりパジャマで配信してるしね、だいぶ目覚めた。顔はっきりしてる気がする。絶対最初の顔絶対やばかった自信あるもん。完全な、もう あれもないし、血色、今リップ塗ってるから唇だけだからまだあれだけど、そう、そう、だからということで、オールしてる人いるんだね。やっぱオールしてる人もいるんだ。それは寝てください。でももうなんか私寝れる自信ないな。多分今日起きてます。これからずっと。ということで、起きた瞬間めっちゃスクショしましたが、泣いちゃう。そう。ということで、まあ、この時間の配信はこれぐらいにしとこうかな。結構盛りだくさんだった気もする。これ振り回したしね。だったら正直言って、そのなんだろう、まあ、起きてるじゃないですか。だから見に来るか来ないかの意思だけじゃないですか。とか見に来れるか来れないかとか。でも朝の5時ってさ、まあ基本多分まあ仕事してる方もいると思うんだけど、大抵の方はまあ寝てるじゃないですか。寝てることとかが多いと思うので、だから本当に私のために起きてくれた方とかも絶対いっぱいいるから、そうということで、なんだっけ、あれ、私そのツイッターの写真皆さん見てくれましたか。ツイッターの写真ちゃんと新しい画像を出さなきゃと思って撮ったんですよ。1枚目の写真ちょっと前に、だからうわー328件も来てる。あれがリプが全部見ますね。328件。そう、ちょっと前にね、いつも正月に行ってる寒川神社にまた行ったんですよ。だからね、そこで写真撮りました。そうそう、本当に最近取り立てほやほやです。そう、さ、絶対もうなんか起きた時からこれぐらいまだマシぐらいの顔でいたかった。いや、聞いてください皆さん、私ね、今年ね、また聞いてくださいって言っちゃった。もうちょっとで配信終わりますね。ですね、今年、今年私、その最近寒川神社に行った時もくじ引きをしたんですよ。で、その前のなんか静岡に旅行に行った時かな、ほんと今年の頭ぐらいですけど、とか、あとはまあ普通にその年明けの時とかもくじ引いたんですよ。全部おみくじ、私おみくじ大好き人間なので、おみくじ全部引いてるんですけど、行くたびに。そうで、おみくじ引いたんですけど、なんと、3分の3大吉でした。すごくないね、本当にびっくりした。送りますみたいな言った日あったんですよ。多分ショールームを99回目のショールームをした日なんですけど、あの日ちょっと
あの生き物がですね写真に写り込んでまして、まあ、気づかぬうちにでちょっと2通恥ちょっとねっていうすいませんでしたすいませんでしたっていうやつです。ツイッターに誕生日登録してますよ。してるしてる。そうちょっととある白いやつがちょっと写真に写り込んじゃっててちょっとあれだったんですけどごめんねっていうそうっていう話でした。ということでということでおはようベイマックスということで終わりにしようかな。ランキング発表いきます。パチ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 ということでですね、今日は、私の誕生日が私が今日で17歳ということですので今回は特別に17位からランキング発表をしたいと思います。イエーイ。17位からランキング発表します。今日は花のセブンティーンということですので、はい、ということでじゃあ今日は一人ずつにしますね。はい、それではいきます。第17位、しずくちゃんありがたげつです。第16位、つっくん、どんなまなかちゃんでも絶対ブスって言ってるやん。つっくんありがたげつです。はい、続いて第15位、ヨネちゃんありがたげつです。あ、なんか書いてある。まなかちゃん髪落ちうれがしいありがたげつです。続いて14位、だんご部長さんありがたげつです。はい、そして第13位、めぐったんさん、めぐったんありがたげつです。パチ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 。はい、第12位、クロンさんありがたげつです。パチ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 。はい、そして第11位、はやったーさんありがたげつです。チュッチュッチュッパチ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 。はい、そして第10位、まめもやしーさんありがたげつです。はい、続いて第9位、ふーちゃんありがたげつです。パチパチパチ。はい、続いて第8位、あ、なんか書いて、第8位、フォーコ田口真奈香、本日17歳の誕生日、あ、嬉しい。フォーコさんありがたげつです。パチ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 。さあ、神セブンの発表です。第7位、あみさんありがたげつです。パチ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 。あみ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 。さあ、第6位、しょうちゃんありがたげつです。パチパチ。マナレンジャー17歳おめでとう、ありがたげつです。パチ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 。はい、第5位、よしくんありがたげつです。パチパチパチ。続いて第4位、ギオンさんありがたげつです。パチ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 。はい、トップ3いきます。第3位、おうさんありがたげつです。パチ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 。シェイシェイタグチ、パチ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 。さあ、第2位、ひろまゆさんありがたげつです。パチ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 。はい、そして田口真奈香ルーム7666分の1を獲得したのは、ドゥルルルル、あ、待って、田口真奈香17歳初の配信、そして100回記念、そして朝5時からの配信の7666分の1を獲得したのは、ドーン、ナオポンさんです。ありがたげつです。ナオポンさん、ナオポン、ナオポンありがたげつ。はい、その他にも、たくさん、本当にたくさんギフトを飛ばしてくださった皆さんありがたげつです。そして
コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、朝早くから起きてくださった皆さん、本当にありがたぐちです。 Thank you たぐち、 シェイシェイたぐち、 カムサムニたぐち、 こんばんはよ。 はい、ということで、こうして毎年誕生日になると、なんだろう、本当にいつも以上にたくさんの愛を感じることができて、本当に私は幸せ者だなと毎年思っております。今年も本当にそう思ってます。だから本当にありがとうございます。ありがたぐちです。ということで、じゃあ今日は、まあ、ハッシュタグちたぐちまなか生誕祭2020のツイートはもちろん全部チェックしますし、まあ、田口真中っていうのでも見てほしいっていうのもあったので、それでもチェックしたいと思います。そしてまあ今日でね、100回配信達成ということで、めでたい。ちゃんと自分が宣言したことを守れたことにも嬉しく思いますし、本当にもう幸せで幸せで仕方ないですということで、うわっ、え、待って、めっちゃ音大きい。はい、ということで、こちらもゲットしてください。そして、バトルフェスティバル、 AKB48 のバトルフェスですね、バトルフェスティバルでもですね、私のダスも開催しています。ぜひね、当ててもらえると嬉しいです。ということで、今日の朝配信ありがたぐちでした。次はまた夜に皆さんとお会いできればなと思います。ぜひ夜の配信も楽しみにしててください。みんなバイバイ、ありがとうございました、見に来てくれて。バイバイ、大好きだよ、大好き大好き大好きだよ、 I love you、 バイバイ、また夜に会いましょう。